いいサイズじゃん割と。よし、よし。じゃあ今日はね、朝まずめ河川の方でリバシーバスやっていきたいと思います。ちょっと後ろでカメラも撮りながら、シャルダス14でやっていきます。ここはね、手前にブレイクがあって、そこでもかなりシーバスがいるんで、まずはシャルダスでシャラシャラさせながら様子を見ていきます。手前で来るんでね、びっくりするんですよね。基本手前でのバイクは本当心臓に悪い。なんとかシーバスのライズはないね。ベイトもなそう。流れはあるね。じゃあ今上げか。ただもうちょいで満潮。手前でね、バコンって食ってくるね。朝だけど意外と寒い。朝だから意外と寒いのか。それに多分18度ぐらいあると思うんだけど、合うんだけど日が出てないから。朝方は曇り、多分6時ぐらいから晴れ、日が出始めるのかな。次はゼッパー 80S でやっていきます。アップル、距離出してみよう。メタルシャルダス 15g でやっていきます。
うわ、出た、手前にいるやん。手前のブレイクっすね。あれ、時効丸。よっしゃ、食った。うわー、これスレか。あ、うわー、スレっぽい。うわー、来たー。うわー、いいサイドじゃん、割と。よし、あ、マレジ強ぇ。うおー、いいサイズ。ドラグ緩めて体力を消耗させます。よっしゃ、ちょっとね、アドンスよりストラクターが割といい感じだね。よしドナレージなんで、おっとっとっと、あ、浮いてきて。おー、綺麗。うわ、よしおー、いいサイズ。おー、あー、危ない。やばい。
よっしゃ、食った。おー、いいサイズ。やりました。おー、いい形、サイズいいな、マジ。ですね、ナレージ50で食ってきました。サンキュー。もう一回暴れて、よっしゃ、入った。ありがとう。